ビューをご覧の皆さん、はい、どうもリザルです。イエーイ。ギターのコウスケです。ベースのタックです。ドラムの夏目です。はい、そんな感じでですね、2016年を振り返りますと、はい、リザードはいろいろありましたけど、ありました。なんかありました？いろいろありましたよ。あ、なんかありました？すごいすごかった。あ、俺もすごかった。すごかった。やっぱね、うん、やったことないことをね、いろいろやらせてもらう、まあでもいい機会になったんじゃないかなと、うん、いろんな人にもね、助けてもらえたし。あ、そうなんですよね、うん、その友達のバンドマンとか ね、いろんな人にも助けてもらって支えられております。はい、リザードは本当に愛されたバンドなんだなと思いました。はい、来年はね、たくさんライブしたいですね。そうですね。はい、やりましょう。そんな感じでリザードは2017年はまず4月にですね、はい、まあ、3月4月とリザードフォースアニバーサリーワンマンツアーがね、うん、決定してますので、ぜひ遊びに来てください。はい、そのタイトルは、あなたのバンギャー人生いただきますショーということでね、これやりたいだけみたいな。あなたのバンギャー人生いただきますショーを開催しますので、みんな遊びに来てください。はい、お願いします。そんな感じでね、2017年を漢字一文字で表すと、はい、うん、せーの、ショーということで、はい、登り、登るの方のショーね、はい、みんなと一緒にね、うん、登っていきたいと思います。はい、そんな感じですかね。視聴者へのメッセージをどうぞ。視聴者へのメッセージ見てる、お母さん見てる、そんな感じでリザでした。バイバイ。今年もよろしくお願いします。よろしく。